なんていいお天気。僕の名前は福原浩太、大学3年生。名は太を表すという通り、たくさんの幸福に包まれるような毎日の僕。よし。うちの大学は 1,2 年と 3,4 年でキャンパスが変わる。だから僕にとって今日は新キャンパスデビューだ。きっと新たな素晴らしい出会いもあり、ますます充実した日々を過ごすことだろう。だって僕は名前の通り。あ、うんちふんだ、うんち。そんなに見ちゃダメ。うんち、うんち。幸運の塊、幸せいっぱいの福原浩太なんだから。なわけねえだろ。僕、いや、俺の本当のプロフィールはイチゴの日生まれは間違いないが、イチゴを食べればいつも俺だけなぜか虫食ってるか、もしくは酸っぱ。好物はもっぱらビールに餃子。でもどんなに好物が相手でも一筋縄ではいかない。嫌いなものはすぐ泣く子供、血に出てない、それと遅延電車。くっ、やっべ。将来の夢は寝ながら5億稼ぐこと。好きなタイプは顔がいい人間。だいたい名は体を表すなんて嘘っぱちだ。なになになに、くっ、なにこれ。名前とは裏腹に、昔から俺には不自然かつ理不尽に小さな不幸が降りかかる。そして俺はやっと一つの真実にたどり着いた。俺は不幸体質であると。